レーベレヒト、マースレーベレヒト、マースは、ドイツ帝国海軍の少将。プロイセン王国、ポンメルンのコルケンハーゲン生まれ。1914年8月28日のヘルゴラント、沖海戦において、ドイツ艦隊を指揮した。彼は、機関としていた小型巡洋艦、ケルンが、デビッド・ビーティー中将を率いる巡洋戦艦部隊に撃沈されたとき、 関と運命を共にした。1883年、ドイツ帝国海軍に入隊した。1893年から1895年まで、魚雷艇の艇長として勤務し、1898年から1901年の間は、船隊司令、1903年から1906年まで、水雷課長を務める。 1906年10月から1908年3月までは、海軍学校の校長であった。1908年3月7日、大佐に昇進する。その後、1908年4月から1909年3月まで、大型巡洋艦、フラヤ。1909年3月から1910年6月まで、大型巡洋艦、シャルンホルスト。 そして1910年8月から9月まで戦艦、バイセンブルクの艦長を務めている。1910年10月、マースは第二交渉手段司令に任じられ、1913年9月まで同職にあった。1913年9月から1914年2月まで、彼は偵察艦隊の第三隻提督として小型巡洋艦、ケルンに勤務する。 その間の1913年12月9日、少々に昇進した。また1914年3月1日付で、偵察艦隊の自席提督となるが、その職務は特に変わらなかった。第一次世界大戦が勃発すると、マースは、魚雷偵戦隊主席司令の称号を授かり、同時に、第二偵察軍の司令官となった。彼の帰還。 ケルンは8月1日から8月7日まで、シリヒ博地に停泊し、8月12日及び8月15日に、北海へ出撃している。マースは、ヘルゴラント沖海戦で戦没した。イギリス海軍の、いわゆる、ハリッジ部隊は、軽巡洋艦、アリシューザ、フィアレス及び、駆逐艦31隻を用して、 レジナルド・ティリット大将の指揮下に8月28日の早朝、ヘルゴラント島付近のドイツ海軍部隊を襲撃し、魚雷艇、SMSV-187 を撃沈する。BT 中将は、巡洋戦艦、ニュージーランド、インビンシブル及び小型の巡洋艦3隻を率い、およそ25回里北方から、ハリッジ部隊を警護していた。 ティリット大将の部隊を迎撃するため、まず小型巡洋艦、フラウエンロープ及び、シュテッティンが到着し、間もなく、ケルンに座城する、マース少々指揮下の小型巡洋艦4隻も合流した。ティリット大将の巡洋艦はすぐに窮地に陥り、アリシューザーは、砲撃で甚大な損傷を被る。しかし12時40分、ティリット大将から救援要請を受けた。 BT 中将の巡洋戦艦部隊が到着し、絶望的な抵抗を試みる三隻の小型巡洋艦、マインツ、ケルンを呼び、アリアドネを撃沈したのである。Z1、レーベレヒト、マースドイツ海軍はマースを検証し、駆逐艦、Z1 を、レーベレヒトマースと命名している。ABCDEFG、ラングラスト・デア・ケッツリック・ドイチェン・マリーン、HRSG、 マリネキャビネット、ミトラーソーン、ベルリン 1914P109。ありがとうございます。